ルアン・マドソン・ゲデオン・デ・パイバは、ブラジルのプロサッカー選手。J リーグビファーレン・長崎所属。ポジションは MF。アトレチコ・ソロカーバの下部組織出身で、2008年にプロデビュー。同年には、コパパウリスタを制覇した。2011年シーズンと2012年シーズンは2年連続で、チーム内得点王を獲得した。2011年7月。 コメルシアル FC のヨーロッパツアーに参加。ここでのプレーが FC バーゼルの目に泊まりトライアルをオファーされたが、ところぞく元のアトレチコソロカーバと合意に至らず、そのままブラジルに帰国した。2012年6月1日、AA ポンチプレッタに12月までの期限付き遺跡で加入。2013年7月8日の SE パルメイラス戦でセリー AA デビューを果たすと、 10月14日のフルミネンセ FC 戦でプロ初ゴールを決めた。2012年12月4日、a ーポンチプレッタは120万レアルをアトレチコ、ソロカーバに支払い、所有権の40%を獲得した。しかし、それからわずか4日後にアトレチコミネイロと4年契約を結び移籍した。アトレチコミネイロでは FC シャフタールドネツクに移籍したベルナルジの穴を埋める活躍を披露し、 2013年には、コパリベルタドーレス制覇に貢献した。しかし、2015年シーズンより、あと数年間は負傷で苦しんだ。2013年12月21日、フィファクラブワールドカップ3位決定戦、公衆日差し対戦では、決勝ゴールを決め勝利に貢献した。2019年12月18日、J リーグビファーレン長崎に完全一席。ありがとうございます。